皆さんこんにちは、レノファ二郎の部屋へようこそ。さあ今回のレノファ二郎の企画ですが、山陽小野田市の練習見学でファンサービスを受けてきた。公開練習後に、ファンサービスの企画があるんですが、ちょっとそれを今回受けてきました。チームがこういう状況なんでね、選手たちをちょっとでも元気づけようと思っていたんですが、逆になんか私の方が元気づけられたような気がします。そしてなんと嬉しいサプライズもありました。ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。宮崎練習時間も終わり、選手が到着するのを待ちます。このレンガの通路から選手は引き上げますので、コーンの内側で待機します。注意点です。動画撮影やツーショット写真は NG です。早く引き上げられた選手もいらっしゃったみたいで、全員分はありません。まずは皆川選手、 YouTube されてる方ですかって声をかけられました。いやー、とても嬉しいですね。なんか見たことあるよっていうふうに言われました。ありがとうございます。皆川選手、ゴールの量産期待します。続いて高木大輔選手からも、 YouTube されてる方ですかというふうに声をかけられました。いやー、感激です。なんか回ってきたそうです。大輔選手、こういう時だからこそますますチームを鼓舞する活躍を期待しています。続いて神垣選手、嵐の相葉さんに似てるなといつも思っていました。攻撃面のパスが最近は冴え渡っています。頑張ってください。 MD 選手、お子さんの際に膝をつけて対応されていたのが印象的でした。以前守備のミスもありましたが、巻き返し期待しています。沼田圭吾選手、どうも YouTube のイメージで甘酒の人という印象が私にはあります。ゴールへのクロス期待しています。続いてユアン選手、縦への突破惚れ惚れします。レノファでの初ゴール待ってますよ。続いて梅木選手、中山監督に代わってトップ下での起用が増えてきましたね。このチャンスをつかみ取ってください。続いて野より選手です。岡山戦のミドルシュート本当に惜しかった。まずは初ゴール期待してます。続いて小林誠吾選手、サイドで違いを作れる選手です。これからゴールの量産期待しています。続いて太陽選手、ずっとニコニコされていました。差し入れも太陽選手は多かった。やつらのゴールをたくさん突破してください、太陽選手。そして山瀬選手、やっぱり他の選手とオーラが違いました。ベテランの力でこのレノファの危機をなんとか救ってください。栗本選手、シンガポールから帰ってきてとてもたくましくなった印象です。チームの守備改善に大いに頑張ってほしいです。ギンタ選手、チーム最年少、まだここまでリーグ戦での出場はありませんが、自分を高めていってほしいです。ヒョンチャン選手です。ベルディ戦は緊急出場となりましたが、落ち着いたプレーを見せてくれました。レギュラー争いがさらに熱くなりそうですね。続いてこれは、この人形の顔が寺門選手にすごい似てるんじゃないかと吉光選手が言われてました。皆さんはどう思われたでしょうか。吉光選手です。ファンサービスでもひょうきんなところをいろいろ見せてくれました。子さんの選手としてまだまだ頑張ってください。そして寺門選手、ベルディ戦では残念な退場もありましたが、これもいい経験としてさらに大きくなってほしいと思います。なんか嬉しすぎてある選手のモノマネをしてしまいました。皆さんお分かりですよね。ついにユニフォームにサインをいただくことができました。いやー、とても感激です。楽しかったなー。
ちょっと宇部興産が当たらなかったのでもう一回しに行きたいなと思います。さあ続いて宇部ラーメンといえばここ一休さんですよね。川上店がなんか一番美味しいという話を聞きました。確かにスープの味がちょっと違ったような気がします。こんな成績ですし、なかなか新監督のニュースも入ってこない、なかなかねこう皆さんなんかねもやもやした感じ、イライラした感じも、ねきっとあるんだろうと思います。そんな中ね、私もサポーターの端くれとして、何ができるかなといろいろ考えたんですが、前向きな動画を送りし続けるということにしました。大練習などでお疲れのところ、皆さんご協力ありがとうございました。今回のちゃんと紹介ですが特別編です。渡辺博文社長の現役時代のちゃんとをお送りします。力を集めて戦え博文、勝利に導け守り博文。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。大好きな故郷のため、レノファ山口のため、レノファ二郎頑張ります。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。